ベロバンだったの。え？何だ？お返しする？プレミアムケケラ。どういうこと？ベイチャンネル、ベイちゃんのおもちゃ部屋。どうも、ベイちゃんです。ブーちゃんです。今回もおもちゃの開封動画やっていきたいと思います。思います。はい、今回はご覧の通りギーツ関連ですね。はい、今日届いたのがこちら、プレミアムデラックスメモリアルレーザーレイズライザーとクロスギーツレイズバックルです。あとこっちにあるレーザーレイズライザーの早期購入特典のブラックレイズライザーカード2枚ですね。で、下にあるマーク2とギーツ9のバックルは数日前に届きました。で、まあこっちの2つはね、もう開けて遊んじゃってるんですけど、まあ一緒に紹介しようかなと思います。何から開けますか？クロスギーツレイズバックルの方から開けたい。クロスギーツからね、開けていきたいと思います。思います。せーの、はい、おお、黒と青どうぞ、プーちゃん、はい、出してください。はい、黒から。わかった。よいしょ。せーの、おお、黒と青だね。うん、黒と青。次は反対側。おお、こっちは青の方が多い。最後にこう。ギーツが来てる。できた。こういう感じ。はい、これがちょっと前に届いたギーツ9のバックルで、え、こっちが？こっちがクロスギーツのレイズバックル。はい、はい、こんな感じ。同じ色違いな感じですね。見たくなるね。ダークライダーってかっこいいよね。確かに主人公は主人公でかっこいいけど、ダークライダーはダークライダーの魅力がある、うんうん、ちょっといろいろと手違いがあったね。ベルト逆さまにつけてた感じだったね、うん、ボタンが下に来ちゃってたからね、うん、リボルボンのボタンが
見に来ちゃってる、うん、こっちじゃなかった、うん、押すとき迷っちゃった、うん、じゃあまあクロスギーツはとりあえずこんな感じだね、はい、はい。ちょっとねベルトの反応が悪いんで接点復活剤を塗ったりもしてるんですけど、それでもやっぱり最近ちょっと反応が悪いですかね。もう一回ちょっとねやってみます。一応反応はしっかりしてね、あの発光が綺麗に出ておりました。はい、で次どれにしますか。次はこれ、はいこれ、はい、開けます。せーの、はい、まだ出ません。せーの、こっちかな、せーの、はい、出た。こんな感じで入ってます。はい、カードがここに入っていて4枚入ってます。ジーン、ベロバ、ケケラ、キューンと4枚入ってます。デラックス版は、買えなかったんですけど、デラックス版だとこっちだけなんですよね。メモリアルはこっちも付属すると、4枚、4人のサポーター、仮面ライダーになれますっていう仕様になってます。で、本体、取り出すと、こんな感じです。はい、袋から出すとこんな感じですね。綺麗ですね。ここが変わってるんですよね、確かね。ここがデラックスは透明クリアパーツだった、こういう透明だったんだって。でも福くんが、人役の福くんがここの色が違いますよっていうのを言ってこうなったんだって。あとはトリガーだっけかな、ここも塗装が増えたんでしたっけね。なんかそういう違いがあったりした気がします。はい、まあ、デラックスが持ってないで比較がちょっとできないんですけど、こんな感じで絶縁シート抜きます。はい、そうすると、あ、電源ボタン、いいね。もう一回、レーザーレーザーイサー、はい、かっこいい、いい声してる。これは すごいね、これこれ取るので、で、ここになんかある。トリガーを引いて、かっこいい。変身するのが見たい。早くここを押しながら、ここをね押しながら引っ張る、取れる。そうするとここにカードを入れるところがあるんで入れてください。ベロバになったの。え、いいじゃん、変身してみ。
プレミアムクッキーだ。そういうこと？ちょっといろいろ誤認識してますね。何これ？おかしいね。これ中身が入れ替わってるの。中身すり替えられてる。すり替えられておりませんよ。え？うん。そんなことないの。不具合じゃないよね。まさか。ベロボ。じゃあベロボやったら何になるの？なんだ、向きが違うんかな。え？え？え？じゃあベロボやったらどうなるの？ベロボ。でも。ああ。ベロボ。なんで？ああ、そういうこと？どういうこと？そうだよ、また声がそうだよね。声が違うもん。向きが違うんだ。向きが違う。これだけ？あ、こういうこと。いいんだよね、これが正しい。あ、びっくりした。カードをこう入れると違う音が鳴っちゃいます。警告です。こっち向きが正しいよ、ね、ここにバーコードみたいなのが違う、バーコードじゃなくてこうみんな4人ともね、色が違うのがついてるのよ。ここに分かる？あの蜂の巣みたいなさ、あ、蜂の巣形の、うん、見える。それが右下になるようにカードを入れる、うん、なるほど。もう一回こっち向きにやってる。こっちだとどうなんだ。いや、そうだね。ちゃんとはまんないんだよ、ここが。向きがきっちり。ここもちゃんと、ほら、はまってないから。全部ベロバになっちゃう。びっくりしたね。ああ、びっくりした。もう一瞬中身吸い替えられてるかと思ったよ。じゃあ、ベロバ。改めてベロバ。どうじゃない？どうじゃないんだけど、なんか何かの吠える声が聞こえる。牛？牛ね。はい、ケケラ。ケケラ。聞けると、うん、セリフが聞けるはずだから、やっぱトリガーを押しながらかな。レーサーレースライサー、プレゼントは俺自身だ、うん、聞けた。その言葉信じるからね。今をどう生きるか俺にはまだわからないけど、確かなことが一つだけある。レース、俺は君のサポーターだ。すごい！面白すぎるよ、ギーツ！
ゼントは俺自身だ。ジーンの声しか聞こえないのかな。そんなことないのかな。カード入れとけば、カードを入れとけばそのカードになるのかな。はい、説明書を見てきました。トリガーを押しながらオンにして、これでセルフモードになっているので、このトリガーで、やれ、お前こそがデザ神になるんだ。そこのお嬢さん、忘れ物。キャラクターを選ぶ。私はベロバ、ジャマトを支援しているスポンサーよ。で、もう一回トリガーを押すと決定されるという流れですね。このジャマーガーデンも、もう使い捨てね。人間がみんな不幸になる、ゾクゾクするような世界を私に見せて。いいわ、まとめてかかってきなさい。はあ、このジャマーガーデンも、もう使い捨てね。じゃあ続きまして、こちらのねマーク2、ブーストマーク2とレーザーレイズライザーを組み合わせて遊んでいきたいと思います。はい、じゃあプーちゃんどうぞ。はい、これでレーザーブーストフォームに慣れたわけですよ。はい、やっとできたね。ねえ、だから当時買えなかったし、こう受注開始してから頼んでから今日までの待ってる期間っていうのがあったから、そうやっと、そういう意味でやっと編集できたということです。はい、であともう一個あるんですよ今回のは。あのブラックレイズレーザー、レイズレーザーカードがあるので、そっちもやりたい、やっていきます。はい、じゃあこちらブラックレイズライザーカード2枚ですね。後ろはタイクーンとバッファ2人のサポーターが使うので、このクレストが入ってます。プレミアムケケラ、プレミアムベロバに変身する、まあ怪人体というかね、になるんですよね。はい、じゃあ開けていきます。開きました。さあさあさあ、どんな感じ。こんな感じ、2人の顔になってますね。ケケラは正面向いてて、これはもう横顔かな、ここ口かな、横顔かな、多分そんな2枚ですね。これはほら初めてですから皆さんきっとま他のね有名な YouTuber の人ので見るとは思うんですけど、はい、一応ね今日届いて今日初めて手に取るので、デラックス版持ってた人でも持ってないカードです。でこれセットしていきたいと思います。でベロバから行こう。違う音声だね。特別な感じがあっていいんじゃない？
次、ケケラ。これね、いきます。ケケラかっこいいよね、この顔ね。タイクーン、カエルだけど、タイクーンっぽくも見えるんだよね。まあ敵、最後ね、まさかの敵になっちゃったんだけどね、ケケラ。でも敵としてもいいキャラだった。桜井慶和を、タイクーンをちゃんと仮面ライダーにしてくれたキャラですね。はい。で、まあまた別の動画作ってね、細かく紹介していきたいかなとは思ってます。セリフとかね、他のことも。はい。で、あとは、なんだろうな。もう先に開封しちゃってたこの2つをね、単体で、マーク2とギーツ9にちょっと変身して、今回は終わりにしようかなと思います。でしょうか、ギーツのギーツ関連のおもちゃを開封して遊んでみました。まあ、ここにまた紹介動画を出せればなとは思っておりますが、まあ、出せるかちょっとわかんないんですけど、まあ、出したいなという気持ちはあるので、また出せた時は、見てもらえれば嬉しいなと思います。はい。このおもちゃの開封動画の2回目でやっぱりちょっと緊張したけど、たくさんなんか遊んだみたいな感じで楽しかったです。はい。よかったです。プーちゃんは楽しめたそうで、まあこの動画を見てくれた方も楽しんでもらえればなと思います。はい、今回の動画、楽しかった、良かったな、面白かったなって思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。はい、といったところで今回はこの辺で、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。